今日のナイス川柳。地味婚で結ばれ派手に離婚訴訟、お題イジイジ。とも子1967。君の言う頑張れに僕潰されそう、お題オラオラ。八作さん。鈍感な癖に太ればすぐ気づく、お題イジイジ。テラリュウさん。目に汗がちょっと染みてる準優勝、お題うるうる。まここしゃん。大人げなく財力でガチャのレアゲット、お題オラオラ。まここしゃん。年取って丸くなるのは体だけ、お題イジイジ。白玉さん。陰性で仲間外れのクラスター、お題イジイジ。だだっこ。あと1球野球中継さようなら、お題カリカリ。ケンさん。脱税の噂脱色したい議員、お題ホワイトニングシート。ユウさん。二日酔いカフェで酒抜く外回り、お題セールスマン。すっぽんさん。休んでる人の給食余ってる、お題ワクワク。ケンさん。この話うまくいきすぎ裏がある、お題スムーズ。ケンさん。夫婦喧嘩にワンワンワンと反戦か、お題反戦。オレンジさん。手始めに世界平和は家庭から、お題反戦。キリキリマイヨ。褒められて謙遜してもにやけてる、お題ニヤニヤ。オレンジさん。出張の夫にお土産リスト2枚、お題ワクワク。ローズ桜子さん。